2015年10月24日から10月25日の2日間宮崎県日向市奥良ヶ浜海岸において日本サーフィン連盟主催の第9回オールジャパンサーフィングランドチャンピオンゲームズが開催されるこの大会は2015年度のランキング上位者のみが出場できる大会で主催大会最終戦として2015年度の日本チャンピオンが決定する。 日本各地から主催大会公認大会での大会成績優秀者が日向市奥良ヶ浜に集まり日本チャンピオンを目指す2012年東京五輪への追加種目へ提案が決定されたことに伴いサーフィン競技が注目される中全国から約226名の選手がエントリークラスによってはこの中から強化指定選手として 育成されオリンピックを見据えているまた地元宮崎からジャッジの資格取得を持つエキスパートなジャッジも参加開会式も始まり、えー、地元を代表して,てた広田武史コンテストディレクターから大会期間中の注意事項などの説明があり選手も食い入るように聞いていたそしてコンテストがスタート今回は宮崎支部から 11名の選手がカテゴリー別で出場を予定している早速宮崎支部の選手を中心にハイライトで見てみようジュニアオープンクラスこのクラスは18歳以下で争われるラウンド1ヒート1には田中大輝強化指定選手が登場1998年6月14日生まれ出身地福岡県現在宮崎在住 今回は宮崎支部での参加2015年千葉県台東海岸で開催された全日本サーフィン選手権ジュニア部門で連覇を果たした田中大輝現在日本サーフィン連盟の強化指定選手として活躍している田中は強化選手に選ばれた以上はレベルの高い選手となれるようこれまで以上に練習に取り組んでいきたいと思いますと話していた。この日と 1> 1位で通過続く次のラウンド2ヒート1で4位となり今大会を終了したジュニアオープンクラスラウンド1ヒート5にはゼッケンレイ伊藤リアル指定強化選手が登場2002年8月18日生まれ出身地宮崎県日本サーフィン連盟の強化指定選手として活躍中2016年 8月の IOC 総会を経て正式に発表される東京五輪追加種目に入ればサーフィン界の東京五輪の星として世界に挑むことになる今後が楽しみな選手だ伊藤は「国内外の同世代の選手に負けないように頑張ります」と抱負を語ったこのヒート1位で通過続くラウンド2も1位で通過セミファイナルは辛くも2位そして ファイナルに駒を進めたジュニアオープンクラスラウンド1ヒート6に高橋周平が登場2015年8月6日プロトライアルに参加し見事に公認プロの資格を取得したが保留して今大会に出場結果このヒート4位となり今後はプロ活動に専念したいと話していたメンズオープンクラス このクラスは、ラウンドワンヒート2には笹原優弥がゼッケンブルーで登場。現在ランキング3位。地元宮崎で優勝し、将来プロに転向したいと意欲的だ。このヒート1位で通過。続くラウンド2で3位の結果となった。マスターズオープンクラス。このクラスは45歳以上で争われる。ラウンドワンヒート2にはゼッケンレッドの 崎村君彦が登場全日本サーフィン選手権大会宮崎支部シニアクラス代表崎村君彦選手通称メチャ2014年統合ランキング24位現在ランキング4位2015年11月にスペインカナリア諸島で開催予定だった ISA ワールドマスターサーフィングチャンピオンシップの最終選考まで行くが。 国際大会がキャンセルとなり出場することは果たせなかったが実力の持ち主このヒート2 2ででで通通過。過。ラウンド2では1位で通過しかしセミファイナルで4位となりここで姿を消したウィメンンズオープンクラス。このクラスは全年齢で争われるラウンド1ヒート3には王の帰り、宮崎がゼッケンレッドで登場。 2014年全日本選手権ウィーメンズクラスで2位2015年8月には公認プロの資格を取得したが保留して今大会に出場しかしまさかの3位の結果となりここで姿を消したウィーメンズオープンクラスラウンド1ヒート4には渡辺愛菜宮崎がゼッケンイエローで登場プロボディーボーダー渡辺萌え プロサーファーー渡辺サーフィン一家で知られる渡辺ファミリーの4兄弟の末っ子九州内で行われるサーフィン大会では次々に優勝している渡辺家の秘密兵器渡辺マナこのヒート1位で通過続くラウンド2ヒート4も1位で通過ラウンド3ヒート3も1位 セミファイナルヒート1も1位でラウンドアップを決めファイナルに期待が高まったウィーメンズオープンクラスラウンド1ヒート7には相原朝香宮崎がゼッケンイエローで登場彼女本来の演技ができずこのヒート3位でフィニッシュウィーメンズオープンクラスラウンド1ヒート10にはユリグサヤ宮崎がゼッケンレッドで登場 2015年全日本選手権シニアウィメンクラス2位の実力者このヒート1位でアップ続くラウンド2ヒート4では3位の結果となりここで姿を消したウィメンズオープンクラスラウンド1ヒート11平田果穂宮崎がゼッケンイエローで登場神奈川県湘南から波を求めて家族全員で宮崎に移住してきたこのヒート1位で通過 続くラウンド2ヒート5で惜しくも3位の結果となりここで姿を消したこうして1日目のスケジュールは終了しファイナルに勝ち上がった選手はウィメンズオープンクラス渡辺愛菜とジュニアオープンクラス伊藤リアルの2名だけとなった2日目ファイナルデイ前日とは大きくコンディションが変わり強風のため波は。 ストームコンディション早速ウィメンズオープンクラスファイナルから見てみよう先制したのはゼッケンレッドの渡辺真奈ストームコンディションの中モンスタースープにアプローチ次に仕掛けたのは強化指定選手の野中美波2 0 1ジュニア日本代表選手であるゼッケンイエロー鈴木姫奈現在ランキング一位強化指定選手 2015世界ジュニア日本代表でもあるゼッケンレッドの渡辺真奈が強風に煽られ彼女本来の演技ができず苦戦ゼッケンブルー鈴木アムロ湘南藤沢ボードをうまくコントロールしていくが強風に煽られイン,コンプリート悪条件の中一人気を吐くゼッケンイエローの鈴木姫奈 次から次へとフェースが張ってくる波を捕まえると彼女本来の持つポテンシャルの高さを発揮するには十分な波だ結果はショョーーートボードウィメンンンズオープンディビジ渡辺真奈選手宮崎宮崎支部の渡辺愛菜選手は見当むなしく4位の結果となったが今後が楽しみだ日本代表選手2名を含む4名での対戦結果は ご覧の通りですゼッケンイエローに強化指定選手2015世界ジュニア日本代表伊藤リアル宮崎渋が3倍このクラスは18歳以下で争われ13歳の伊藤にとっては体格で不利な条件だがそこは日本代表選手のプライドをかけて戦ってほしいオープニングはゼッケンレッドの森友二湘南茅ヶ崎 現在ランキンキグ5位ゼッケンイエローの伊藤リアル宮崎体重が軽いためか強風に煽られうまく演技ができないまたしてもゼッケンレッドの森有志鋭いターンからのもう一発ガッツポーズゼッケンイエローの伊藤リアルミディアムサイズの波にアタックコンパクトにまとめてきたゼッケンブルーの田中とうい 湘南がさきがピークからドロップインファーストターンを決めてセカンドターンしかしインコンプリートホワイトがアップ加速してロール気味のフィンアウトを狙うそして一度スープに当て込みプルアウトビハインレッドがセットアップエアドロップからの凄まじい12オークロークアタックを決めてプルアウト田中遠ういがクイックスナップ アップスダウンで加速しスープにアプローチそしてもう一発手がつけられないゼッケンレッドの森友二湘南茅ヶ崎ミドルセクションに入りクリティカルセクションからのトップアプローチさらにスープにアプローチそしてタイムアップジュニアオープンディビジョンフォースプレイス 伊藤リアル選手宮崎伊藤リアル選手は惜しくも4位の結果となったこうして第9回オールジャパンサーフィングランドチャンピオンゲームズが無事に終了した2016年度の世界大会への出場を目指す選手にとっては代表選考に重要な位置づけを持つ大会となったまた2016年8月には 東京五輪追加種目の発表があり、追加種目に決まれば、この中からオリンピック出場選手が選ばれる可能性もあり、スポーツとしてサーフィン競技が選手にとって新たな目標となることだろう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。頼みます。募集しております。よろしくお願いします。